皆さんの5分をいただきます。ということでえ、今回はですね、テスト勉強のやり方について授業、まあ授業というかね、話していこうと思います。で、科目ごとに分けていくので、まずはこの数学からいこうと思います。まあ5分だけなんでね、えー、早速始めていきましょう。で、数学はですね、ほにゃらら、かんだ、ほにゃららランキング第1位と書きました。ここの意識ね、非常に大事にしてください。何かっていうと、あ、今回ね、カットが入んない、編集入んないんでね、申し訳ない。 できるようになった気がしちゃうランキンキグ第1位です、えー、数学はですね、まあ、自分の動画でもいいですし問題集を解いた時でもいいんですけど例えば答えを見た時に「あなるほどそれか!」みたいな。 自分では自力で解けなかったんだけど、まあ、説明してもらったり答えを確認した時に、納得しやすいんですよ。で、納得すると、ああ、オッケーオッケー、次はできるでしょうっていう風にやって思っちゃうんですよね。できるようになった気がしちゃうんです。で、ちゃんと自分で解ける、定着するとこまで確認しないので、どんどん先に進んでテストをやってみたら、全然自分で解けねえ、みたいな。いう落とし穴に非常にはまりやすいです。だから、よくね、まあ、女の子に多いんですけど、勉強頑張った ね、時間とって頑張ったんだけどテストで伸びないっていう。でテスト伸びやっても意味がないってなってその負のスパイラルにはまってどん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 数学が嫌いになっていくみたいなことになりやすいのでいできるようになった気がしちゃうランキング第1位っていうことをよく覚えておいてください。で数学に関してはですねよく出てくるのは教科書で学校指定のワークで先生が使うプリント「お前誰?」ってこの4つです。「お前誰?」っていうのは先生その問題どっから持ってきたんですか 私たちこれ初見なんですけど、見たことないんですけどってやつです。まあ、よくね、100点を防ぐためとか平均点を調整するために入試問題とかを結構引っ張ってきます。だいたい問題の一番最後ですね。難しい問題。誰も学年一人も解けなかったみたいな問題が出てきたりします。まあ、この4つ。で、お前誰に関しては、まあ、さっき言ったようにほんと90点以上、ここを狙いたければ、 やったらいいです。でも対策打てないのでどうするかっていうと、まあ、このね、上の3つ以外の、例えば塾指定のワークだったり、書店で売ってる、本屋さんで売ってる問題集とかを買ってきて、その C 問題みたいなやつ、応用問題ね、難しい問題をとにかく解きまくる。いろんな問題に触れることによって、類似問題が出ればラッキーですね。まあ、そんな感じでやっていきましょう。まあ、ここはまず置いといてね。で、上3つの対策なんですけど、基本的にはここです。 数学はですね、プリントを使う先生があんまり多くないイメージ。他の科目に比べると。だから、教科書の練習問題とか、正末問題、もしくは、学校してのワーク、必ずあるからね、ワークね。この2個をしっかりやっていくことで、ある程度の得点を取れます。自分の中では、ここ2つをちゃんと固めれば、ちゃんとね、固めれば、80点を目指せます。平均点なんて絶対超える。この2つをちゃんとやっておけば。だから、ここをどうやっていくかが非常に大事になります。 で、えっと、順番なんですけど、教科書ってさ、練習問題あるじゃん。例題があって、下に練習問題があるでしょ。で、あと、一章とかの章の最後とかに章末問題があるんですけど、基本的には、教科書の練習問題を先にやってきます。なぜなら、授業でやってるから。先生が解き方を一回説明してくれてるはずなので、まあ、それを使って練習問題をやる。ノート確認してね。で、ワークの A 問題やります。まあ、もしくは基本問題ってやつですね。 で、その後、ワークの B 問題。だいたいね、A、B、C があるはずなんだよ。だから、B 問題やって、えー、正末問題やって、で、C 問題です。C に関しては、これは、えっ、ー、と、平均点とか80点狙う方だったら、これもちょっと微妙です。余裕があればっていう感じ。ただ、この4箇所は、こういう感じでやってください。で、プリントを使う先生だったら、えっ、ー、と、この B が終わった後とかに、プリントに行くといいかなと思います。 はい、えー。5分で終わらなそうです <laughs>。で、最後ね、ワークに関して、ちょい解き方なんですけど、これはいろんな科目に共通する話なんですが、まず解いてった時に、必ずミスったりしたら、問題のところのテクにチェック入れてください。後で確認する問題をちゃんと分かっておく。いい。ワークとかよく3周しろとか言われるじゃん。3周。するんだよ。でも、1周目終わったら、2周目はチェックした問題だけやってくんだよ。全部やるんじゃないからね。 だから、一回目ミスったりとか、ちょっと不安だなって問題だけにこうチェックを入れてって、二周目やっていく問題を確認しておきましょう。で、最後、えー、もう一個がですね、数学やっぱ何周もするので、できる限り違うノートにやるのもいいんですが、あとは、ここに回答欄ありますよね。ここに書きます。何を言ってるかっていうと、問題文途中にこう記載しちゃダメです。そうすると、え、二回目やるときに隠せなくなります。 繰り返しできなくなってしまうので、そこにも <laughs> 気をつけてやってみてください。はあ、い5分早いな。<laughs> まあ、次回でね、ちょっと補足して説明します。今回は以上となります。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。